Good morning, good afternoon, and good evening, chats. How you guys got in the game here? And I'll be continuing and hopefully finishing Yeats 9 Monstrous Knots. With that said, let's play. Man, hope you guys are doing good. I'm doing good, man. Just want to stream before I had to work not very soon, but later. 5:30 my time or 7:30, Pacific. So yeah, this one I'm stuck at. I don't know what the fuck we need to go. Not what? Fuck it. Let's continue the story. Proceed. Oh shit. ここで百年戦争の犠牲者たちのために建てられた慰霊碑だね。確か今日はここで慰霊祭も行われるはずだけど、いかにも憎しみや悲しみが蓄積しやすそうな場所ですね。すごい数のマルバ。これは放っておけないわ。 さすがに数が手こずらせやがって。どうした？あ、いえ、大丈夫です。この場所、他と比べてなんだかすごく嫌な感じがします。皆さん、気をつけてください。 来やがったか。グリムワルドの。でもこれはいつのと。あれはバルドイク監獄。あんなに綺麗だったかな。ええ、それにあの旗は。
旧クリア王国の国旗だ。監獄にはロムンの国旗が掲げられていたはずだけど、あれは百年戦争時代のバルドゥーク要塞だな。ロスビーター、だけどそれは間違いない。だがこれだけのものとなるとすぐに現実に侵食を始めるぞ。そんな、ラスビーさん、皆さん、いつの間に確かにこりゃいつも以上だな。完全に囲まれてます。ここはとりあえず様子に駆け込むってのはどう？罠の可能性って考えてる？いや、確かに妙な雰囲気は感じるが。アドル、魔物たちを蹴散らしつつそのまま。
What the heck? おそらくお父様が作ったものです。私にとっては光栄ですね。とっとと蹴散らそう。何かあるぞ。何かあるぞ。何かあるぞ。
ぞ。Not the way you want it, but I didn't get it. I'm just out of charge with that.何かあるぞ。
ですよ。最後の一撃決めるぞ。Still pulls for comfort. Thank you.
did you just kill yourself? Come on.
何かあるみたいだね。I can see it. So there's three. Thank you.
何かあるぞ。何かあるぞ。おい、宝箱だぜ。何かあるぞ。Thank you.
Jesus. The hell's this move? Crap.
何かあるみたいだね。No! Fucking face. Thank you.
supposed to go? Ready, film, and go. Jesus. This is really big. Oh, dude.
ここに乗れってことかな。やれやれ。まどろっこしいことしてくれるわね。Yeah!
あの扉の向こうから不思議な気配が感じます。あれが終着点と見て間違いないだろう。何があるかわからない。準備はしっかりと。 Yeah, final battle. Let's do this. よく来た。かつての戦友たち、そして我が主であるロスビータ。残念ながら僕たちには覚えがないけどね。ああ、そうだった。アドルと赤の王は罪の符に救われたようだな。 彼も腕を上げていたし、それくらいならやってのけるか。まあ無事で何よりだよ。この人、ひどいです。15年前に姿を消して、ここで一体何をしてきた。今こそ話してもらうぞ。ゾラ、聖女ロスビータ、あなたを蘇らせたことをきっかけに ずっと研究してきたことがある。シャトラールは優秀な人間の複製を集めて国家を作ろうとした。だが、それでは今を生きる人間の才をかき集めたに過ぎない。せっかくあなたのような存在を錬成することができたのだ。この地上に現れた過去の英雄や偉人たちの魂と人格、 それらを統合した英知の集合体を作り出せないだろうかと。それってお父様なんてこと。でも錬成に必要な英雄や偉人の情報をどうやって。アネモネみたいなやり方じゃ相当時間がかかるだろうな。そう、 そこで目をつけたのがアドル・クリスティの存在だ。君は冒険家として豊富な経験や見識を持っているだけではない。様々な人知を超えた存在や事象と開墾を果たしてきた稀有な人間だ。そこにはまさしく神と呼べる存在すら含まれているではないか。そなた、まさか。 僕ならアドルの記憶から彼らを錬成することも可能だ。だが僕が最終的に目指すのは監獄にいるような模造品ではない。僕やシャトラールが集めてきた今を生きる人間たちの視力、さらにアドルの魂に刻み込まれた古代の英知、それらを錬金術によって 一つの人格として錬成するのだ。それは
神に最も近い存在、いやもはや神を超えた存在と言ってもいい。その神がグリムワールドの夜を管理すれば、君たちも呪いから解放されるだろう。なんてやつだ。まさかそこまで大それたことを考えてたなんて。そして今宵、この夜が最大限に活性化する力を利用して実験は完成する。装置に青い精気が満たされていく。待て、ソラ。神々の代行者としてこのグリムワールドの夜を支配せよ。滅べ。外にいた魔物たちを殲滅したようです。今のでか。まさしく神のごとき力を持っているというのか。何でだ、大体大人はしゅんばんね。
Alright, sorry about that, guys. これでグリムワールドで君たちが戦う必要はなくなった。非効率な呪いを継承していくこともあるまい。おめでとう、心からお祝いの言葉を。お父様、本当にそんな得体の知れない力。これがずっと順調にいくかなんて。では500年前と同様に自ら戦い。君たちは君たちで好きにすると言ったが、少なくとも窮地のよしみで招待したが、早々に行く先を憂い状況を打破せんとするそなたの気概は。だが私は自分たちが納得できる方法を見つけ、自分たちの手で多少時間がかかったとしてもな。アプリリスさん、変わらないな。なぜ一緒にあがこうとする。かつてあなたの献身を。それゆえに最後は自身が命を落としたことを忘れか。僕が何度守ろうと手を伸ばしても、あなたはそれを振りほどいて去っていく。ゾラ、私はもはや問答は無用。ロスビーター、僕はあなたが傷つくのをこれ以上見たくない。そんなことのために全てを費やし、あなたを冷静したのではない。アトラ、彼女を拘束したまえ。そんな、その必要はない。何、グリムワルドの管理に、もはやホムンクルスの存在は不要。よってロスビータを筆頭とするすべてのホムンクルスを処分する。貴様、そしてグリムワルドに集積される負の源、それらを速やかに断ち切ることこそ私の使命だ。負の源を断つ、まさか。バルドルクにおける人の営みと怨嗟の念で汚れ切った大、この二つを断ち切って全てを正常へと導く。バルドルクを滅ぼすってこと。それ以外に道はない。そう来るか。さすが H の集合体とやらだ。管理者として間違っちゃいねえし。ただ、でもゾラ、かくなる上はしかし、アトラの連戦を解除。ヘリーゾラ、お父様。実行を邪魔する者の排除を優先する。次はお前だ。ではないが、邪魔するような容赦はし。さて、バルドゥークを守るぞ。はい、了解。承知しました。やれやれ。ファイナルバトル、ガイズ。神を超えた存在だと。いいね。こんなのにバルドゥークが消されちゃうなんて冗談じゃないわ。僕らも締めさせてもらおう。運命に流されるだけの存在でないこと。もはやお前たちは無用の超絶。消えてるね。これで終わる。Yeah.
撃は効いているの？負けません。私たちならきっと。ハドルさん、皆さん参りましょう。They have more than one form. する必要があるな。ソラ、アトラの連戦を解除した。だが気をつけろ。僕が思っていた以上に。僕は私は俺は誰だ。誰だ。Second form, no surprise. Nope. What the hell? そなたたち、ここで蹴りをつけるぞ。コンパクは分離し損ねたことで力が暴走している。気をつけるがいい。今さら気をつけろって勝手よね。でもここを逃すわけにいかない。行こう。
my god. To find my phrases. So much time. I said I didn't have stuff to do. Oh, really?
God, that boss is annoying, but it's annoying. アトラを構成していた錬成されたコンパクたちだ。錬金術の効果が失われて消滅していく。終わったってこと？ああ、アトラの脅威は去った。だが結局何一つ変わることもない。グリムワルドの夜は依然として機能しているようだ。でもバルドゥークは守れたわ。まあこれからも僕たちが戦っていけばいいのかな。私も頑張ります。みんなの笑顔を守るために。みんなで戦う限り町の平穏は保たれるんですから。私も協力いたします。やれ。アドラ、あなた、どうしたいですか？あなたの記憶から錬成された魂です。彼らを、怪人の皆さんを解放してあげたいですか？今ならアドラさんと私たちはグリムワルドの夜を止められます。だが夜がなくなれば負の感情は行き場を失う。その時バルドゥークに何が起きるかはわからない。彼らがさらなる苦難の道を歩む可能性もあるだろう。でもそれは本来あるべき姿かもしれません。I'm guessing this is the soul of the...わかっていると思いますが、人の身で正解を選ぶことは叶いません。
それでも君が選ぶしかないのです。私たちの力を貸すからアドルさんに決めてほしいかな。もう過去にとらわれるべきじゃない。負の感情から魔物を生み出すドラウプニルの卵です。アドルさん、剣をかざして。さあアドル、卵を破壊するのです。そうすればグリムワールドの夜は永遠に機能を失うでしょう。その輝きは希望の光。あなたがいつも見出してきたものでしたね。アドルさん、すっかり大人びて、こんな形でも会えて本当に嬉しかった。行く先にどんな困難があるの、お前たちは歩んでいくのだろう。それが人の強さ。私を永遠の宿坊から解放してくれたあなたなら。そう、これは私たちからのせめてもの感謝の気持ちです。これからも見守ってるからね。Jeez, you get blinded by that light. あ、アドルさん、ホドラ君。気がついたか。たか、よく気を失うやつだぜ。一体何があったのさ。どうやら意識がまだはっきりしないようだな。ねえ、アドル君がグリムワルドを破壊したって。その不思議な声が教えてくれたんです。すでにグリムワルドや魔物たちの気配を感じられ、事実であることは実感しているが、ああ謝る必要はないだろう。僕がアドルさんだったらどう判断しただろう。私は戦い続けることを選んだかもしれません。私もかな。自分が戦えばいいや。でもそれではきっと何も変わりません。私たちも、そしてバルリュークも。まあ、そして私たちの最後の戦いは静かに幕を閉じ、戦勝記念祭を終えたバルドゥークも元の日常を取り戻しました。総督に復帰したリンドハイム枢機卿とベルガー監獄長により町は機能を回復。聖国騎士団は教会から新たな団長を迎えて再建へ取り組むことになりました。バルドゥークは少しずつ形を変えながら元の活気を取り戻しつつあります。大きく変わったことといえば、町に怪人たちが現れなくなったこと。グリムワルドの消失とともに私たちは異能を全て失いました。アプリリスさんによれば、呪いはもともとグリムワルドとの因果関係によって成り
私たちのことについていろいろな噂が飛び交いましたが、それも今は落ち着きつつあります。いずれ怪人たちの存在は忘れ去られていくのかもしれません。そしてよし、俺の方はこんなもんだ。旅の荷物なんて言っても普段からあまり持ち歩かないしね。バトルの方はどうだ？待たせちまったが、世話になった店長とカーラに挨拶していくんだったな。よし、早速行くとしよう。出発しちゃうのね。ああ、寂しくなるわ。でもここはアドルちゃんの旅立ちを手伝うために始めたお店だったわね。それでダンデリオンって名前を店につけてくれたんだよな。綿毛のついた種が風に乗って旅をする花。そうよ、いつかこの日が来るとは思ってたけど、それが今日のよね。ぐっすん、ここは涙をこらえて見送るわ。ありがとう。こちらこそ。本当にいろいろなことがあったけど、今は全てが美しい思い出よ。この店はこの後どうするんだ？それはいろいろ悩んだけど、この後も続けさせてもらうわ。私自身このお店が大好きになっちゃった。だから二人ともいつでも帰ってきて、きっともっともっと素敵なお店にして待って。それは私からもお礼を言わせてほしい。アドル君、あんたがリンドハイム枢機卿だって聞いたときは驚いたぜ。まったく人が悪いというか、身分を明かさず行動するのが若い頃からしょ。いえ、堅苦しいのは抜きにしよう。聞けば若い時に領地の鉱山でも工員として2年働いていた。その間誰一人として領主のご子息だと気づかなかったとか。そうでもしないと領民の本音を聞くことができないからね。アドル君と一緒に投獄されて脱獄したのもいい経験になったよ。かなわねえな。アドル、ロムン帝国にもいろいろな人間。さ、名残惜しいけど、あまり他にも挨拶をしたい人が君たち。おっと、ペンドルトン商会のカーラのとこにも顔出さない。何しろここをアジトとして。アドルちゃん、ドギちゃん、次の冒険の成功を祈っていて。Jeez, you can't tell if you're faster for your moments. I don't have the power in it.
くれたようだな。キリシャも来てたんだな。はい、アドルさんたちが来るって。あの時私は怪人を続けるしかないと思ってました。でもアドルさんがクリムワルドから帰って。はい、体はもう慣れたのか。全員保管されてた本当の体。はい、アネモナさんだけスミノフさんのおかげで体の違和感、昔の記憶が混じったり、いろいろと問題はあっても前へ進むためにってみんなと決まっ。やれやれ。これでお、あれ、私もう少しだし。それはギリシャ背中を押してもらったのに、元の泣き虫に戻って、どアドルも周囲に再三引き止められ、出発も。やれやれ、あの人見知りがここまで懐いてしまうとは。アドル、姉妹揃って本当に世話になってしまった。おおよその経緯はキリシャに聞いたが、君はこのバルドゥークの恩人だ。いや、確かに今回はアドルが町を巻き込んだと言えなくもないな。そうだったとしても、君の力になれたことは本当にありがとう。ありがとう。シャンテが聞いたらさぞかしよ。これだけ有望な取引相手が町を去るのは残念。またいつかバルドゥークを訪れた際にはどう紹介を。かなわねえな。きっとまたバルドゥークに。私元気でな、アドル。Oh my god. 見つけたぞ。ここであったが100。この女は確かローマ帝国の。ああ。さすがだな。私の極秘任務、今回の件で貴様の供述がある程度真実だったと認めるし、この私としたことが目から鱗だが、だからこそ貴様が拒否さ、おとなしく看護。アドル、パークスさんにもらったあれをもかよう時こそ見せろって言われた。なんだこの紙は。リンドハイム数奇鏡。貴様一体どうやって。いや、それより数奇鏡はいつお戻りになられたのだ。シャトラールたちは一体どうなった。おいおい、知らないのか。数奇鏡ならとっくに総督府へ戻って、シャトラールは失踪して、聖国騎士団は再編成中だ。ありえぬ。聖国騎士団から逃れて地下に潜伏している間。今までずっと地下にいたのか。女性に対して失礼なんだが。こうしてはおれん。早速数奇鏡にその書状の真偽。おい、いいか、アドル・クリスティ、特許状が偽物なら即刻監獄に放り、私が戻ってくるまでおとなしく。Okay. いや、面倒なやつに目をつけられたもんだぜ。さあ、アドル、今のうちに行くとしようぜ。今なら正門から堂々と出られるはずだ。
った。間に合ったようだな。ジュール、それに隅の踏んだんだが。そうか、ジュールは犬を失って歩けなくなっちまったのか。本当の体に戻っても同じ病気を抱えてるなんて理不尽だよね。だから呪いを解くなんて僕は反対だったんだ。あまり締めっぽくしてもしょうがないしね。まったくジュール。そうそう、アネモナさんからでんお世話になりました。またお会いします。そいつはまたあっさりしててアネモナらしい。言葉こそ少ないが、私には名残惜しそう。彼女の決断は本人にとっても良かった。最後だからとゾラ殿も協力してくれたことだし。へえ、それでお前さんたちはこ、実はジュールの病気については、もしかしてゾラ殿が残した資料がどうやら役にすぐに完治とはいかないが、病状の進今のところ手応えもあってこうして見送り。ああ、そりゃ、まあ実際に治るかどうかはこれから次第で安心はできないけど。二人はもう出発しちゃうの？ええ、名残惜しいがね。アドルさんはこの先もずっと冒険を、ね、いつか足が治ったら。ああ、待っててよ、きっと追いついてね。その時は新しい冒険の話をたくさん聞かせてよね。そりゃうんざりするほどき。だからお前さんの例のノートにね、アドル。なら、なるほど。アドル君、ドギ君、親子ともども、君たちの旅の無事を、この。おや、こちらこそ世話。二人とも、ありがとう。ジュールも達者でな。じゃ、アドル。世話になってしまったので、せめて最後にみんなで見送ること。同僚たちからもアドルさんによろしく伝えておいてくれと言われてます。あ、仕事の方は事情を話してこの時間だけ抜けてきます。へえ、フェリックスは本当にできた彼氏。とっととくっつけばいいのにな。最後までにぎやかだな、ガンベルク家は。こアドルさん、闘技場の時は本当にありがとうございました。それから姉がいろいろとご迷惑をおかけします。いや、お前さんたちのお姉さんには。ね、まあからかいがいがあるのはみ、あ、ユファネーマッカッカ。ちょっといい加減にしなさい。私まだま、静かになると。やれやれ、早く済ませな。アドル君、私は父さんと母さんが愛したこの街が好き。この先もここでこの子たちと一緒に生きていきたいと思ってる。そのありがとう。過去に起きた悲しいことを忘れるなんてできないけれど、
それを引きずって今と未来を潰すわけにいかないわ。私たちが笑っていれば父さんと母さんも笑ってくれるはず。だからアドル君を見習って私も前を向いて歩き続ける。二人の？お前さんたちも元気だな。姉貴はあんまり。アドルお兄ちゃん、気をつけていきなよ。お二人とも寂しくなるけど、二人とも頑張っ。あなたたちのこと。ああ、アドル・クリスティ。おっ、監獄長上で。その、なんだ、いろいろと世話になったな。もう行くのか。まあ、ぼちぼちね。そうか、あまりグリア近辺で。そりゃ今回の件を受けてロムン本国から憲兵団がここへ新設された奇跡調査団とかいう特務部隊も同行しているようだ。へへ、また随分早い対応だ。イングリドを知っているだろう。ああ見えて彼女は本国で有名な憲兵に追われながら奇跡調査団独自の経路で救援を要請していたようだ。それとともに事件の報告も行っていたようでな。調査団の目的はアドル、お前。おいおい、そいつは。俺もロムンの軍人だ。奴らが来れば協力せざるを得ない。まあ、くれぐれも気をつけていて。ありがとう。礼には及ばん。無人としてアドル・クリスティン、いつかも。最後にもう一人。アドル、行くのか。そなたの決断でグリムワルドは失われ、この地の秩序は人に委ねられた。今まで以上に激しい争いや災いに見舞われる可能性もあるだ。だが皆が何とかしようと死力を尽くして勝ち取った結末だ。後にこれが正しかったと言える未来を築いていくしかあるまい。いや、そなたが謝ることではあるまい。それこそこの地で生きる我々の役割なのだろう。アドル・クリスティス、そなたは優しくも。決戦前のあの時、怪人たちをもう戦わせたくないと私が。あの時は監獄で初めてアドルに出会った時に予感がしたのだ。そなたなら何かを変えてくれるのではないかと。だがまさか現実にこのような日が来ようとは。あの子たちを解放してくれて礼を言う、これほど晴れやかな気分になったのは初めてだ。なら、ふむ。俺なんかが言うのもなんだが、あんたはずっと人のために少しは自分のことに向き合う時間も。そうか、そのようなことをしていい。ああ、アドル、そのなんだ、名残惜しいがそなたの道中の分、さらばだ。アドル、
さて、次はどこ。このまま陸伝いにガルマンにでも行ってみるか。近くの港から海を渡ってブリタイへ向かうのもありだな。お前さん、それ好きだよな。アドル、今まで旅先で残りたいと思ったことはないのか。何だよそりゃ。ま、こうして旅し続けるのが俺たちは鬼や。終わってみるとみんな次の冒険でもあんな奴らに出会いたいもん。おい、Where's Craig? Craig? Guy. Oh, there it is. Well, guys, that was the final chapter of Beast Nine Monstrous Nuts. I hope you guys enjoyed my playthrough. That was a good game. It's really fun, action RPG. Story wise, I like the gameplay. Music could have been, I guess, better. Story wise, it has twists and turns, but I think it could have been better as well. I give it maybe a 7.5 out of 10. Another game. With that said, guys, I'll see you everyone on Thursday with Super Mario RPG. Gauntlet Gate. Well, that's it again. Gauntlet Gamer signing out. Keep on gaming and have a great day, guys. Bye for now.